聖母子と聖ドロテア、聖ゲオルギウスは、世キルネサンスのイタリアのベネツィア派の巨匠、ティツヤノベチェッリオが1516年から1518年頃に制作した絵画である。油彩。主題は、聖母子を中心にカエサリアの聖ドロテア、および聖ゲオルギウスを描いた聖会話である。17世紀から18世紀にかけて、ジョルジョーネの作品と考えられていたが、現在では、 ティチアーノの作品とすることに、ほぼ異論は見られない。マドリードのプラド美術館に所蔵されている。ティチアーノの聖マルコの即位。聖ロクスは、画面右下の聖セバスティアヌスの奥にいる。サンタマリアデル・ラサルーテ聖堂所蔵。聖母子と聖カタリナ、聖ドミニクス、寄進者に描かれた聖カタリナ。本作品の聖ドロテアと同じモデルを用いている。ティチアーノは、 横長の画面に聖母子とキリスト教の聖人たちをベネツィア的な半身像の姿で描いている。聖母マリアは画面の右側に座り、膝の上に幼いキリストを抱いている。その左側には聖ドロテアの姿があり、キリストにバラの花を捧げており、キリストは聖母マリアを見上げながらも身を乗り出してバラに手を伸ばしている。聖ドロテアは ディオクレティアヌステの迫害によって殉教した聖人で、バラの花あるいは果物の入った籠を持った姿で描かれる。その背後には、流体児で、名高い聖ゲオルギウスが黒い鎧に身を包み、槍を携えた姿で立っている。興味深いことにツィアーノは、聖ドロテアをマグナーにイコール六花財団肖像の、聖母子と、聖カタリナ、聖ドミニクス、騎士者の聖カタリナや、 美術史美術館所蔵のビオランテと同じ女性モデルを用いて描いている。また聖ゲオルギオスはベネツヤ、サンタマリアデル、ラサルーテ聖堂の祭壇が聖マルコの即位に描かれた聖ロクスと類似している。構図は他の初期の作品よりも動的で複雑である。ティチアーノは画面中央に聖母子を配置する聖会話の伝統的な人物配置を放棄し、 また緑のカーテンが左右に分かれることで全体に動きを与えており、画面右の前景に配置された聖母子に対し、画面左の聖人たちが背後から聖母子のいる空間に入ってきたような感覚を与えている。キヤーノの初期に制作された本作品は、図像、貴族、制作年など多くの点で研究者の見解が分かれている。男性の聖人は通常は、 聖ゲオルギウスとされるが、聖ブリギットの夫である聖、フリフォではないかとも言われている。女性の聖人は、聖カタリナとされることもあるが、聖ドロテアのアットリビュートであるバラのカゴが描かれているためにより可能性が高い。制作年代は1505年から1520年の間で諸説ある。美術史家、ゲオルクグロナウは、聖マルコの即位が1505年に描かれたと考え、 この作品に描かれた聖クスと本作品の聖ギオルギウスの類似性から1505年であると提案した。しかし、聖マルコの即位は最近では1511年から1512年の作とされ、本作品の制作年についてもほとんどの研究者はもっと遅いと考えている。例えば、ハロルド・エドウィン・ウェゼは1515 15年頃に、 ロドルフォ・パルキーニは1516年から18年にかけて、ポール・ジョアニデスは1520年としている。このように、本作品は1515 15年以前に制作された作品との間に関連性があり、聖マルコの即位における聖ロクス、1511年から1512年の聖母子と聖カタリナ、聖ドミニクス、騎進者の聖カタリナと同じ女性モデルといった。 類似性はもっと後の制作年の可能性を高くするティツヤーノの初期作品群の複雑さを明らかにしている。これはティツヤーノが1516年以降に使用し始めた半身像の形式などから明らかである。本作品の所有者として確認できる最初の人物はスペイン国王フェリペ2世である。それ以前の来歴については不明であり、フェリペ2世が ティチアーノの初期の絵画を入手した経緯も不明である。晩年のティチアーノの芸術に衰えがはっきり現れた時、画家の初期の作品に関心を抱く美術コレクターが現れた。フェリペ2世も同じように初期の作品に興味を持ち、本作品を入手したのかもしれない。少なくとも絵画は1593年にはマドリードにあり、フェリペ2世は絵画をエスコリアルに送った。 この時のエスコリアルの納品記録では、ティツィアーノの作品とされていたが、1626年のカシアーノ・ダル・ポッツォ以来、ジョルジョーネの作品とみなされ、1839年にプラド美術館に所蔵された後もその見解は続いていた。しかし、1877年にイタリアの美術評論家、ジョバンニ・ニバティスタ・カバルカゼルとイギリスの 美術史家ジョゼフ・アーチャー・クローがティツヤーノに再び帰属させてからティツヤーノの作品と考えられている。本作品の質の高い複製がティツヤーノの追随者によって制作されており、イギリスのロイヤルコレクションに所蔵されている。本作品との際は幼いキリストのポーズのみで、それ以外の部分は本作品を忠実に模している。代歴は不明だが、 おそらく国王チャールズ一世によって購入されたと考えられている。女性像に同じモデルを起用したとされる作品には以下のものがある。ありがとうございます。